忍びの時代は終わる。ここまでやるとはな、カワキ。お前も七代目と同じところへ送ってやるよ、ボルト。こうなるしかなかったのか。そうだ。Thank you.
くらい僕にははした金なのに。お前らはムカつくだろ。ガツンとやってやれ。君みたいに強いわけじゃないから。はあ？だって君は忍術が使えるじゃないか。アカデミーの生徒なの？いや、まあ明日からな。明日から。じゃあ僕も同じだ。お、そうか。じゃあよろしくな。父の希望でね、会社を継ぐには勉強だけじゃなく忍術も学ばなければならないって。うん、何の会社なんだ？雷門カンパニー。この国一の大企業じゃねえか。今度の新作優先で予約させてくれ。いいけど。てか別に忍術なんか習わなくても不自由ないだろ。父はもともと忍びで、第四次忍海大戦の時の功績があって会社を大きくできたんだ。だから忍者を信望してる。忍者になりたいのは？別に。じゃあそんなの無視すりゃいいじゃん。父に逆らったことなんてないよ。いいじゃねえか、親父が家にいるだけ。うちのバカ親父は仕事仕事って家族をほったらかしだぜ。だから俺は親に逆らうことに何の抵抗もない。あのな、親父がなんだよ。ガツンとかましてやればいいんだよ。ガツンって。俺はそうしてる。絶賛計画中だ。これが母ちゃんに見つからぬようにするのが大変で。勉強してもいいんだね。強ければな。
仕返しのつもりか。奥ちゃんから呼び出しといてどういうつもりだ。おラッキー。おい、あ、こっちにもあるぞ。怪しくねえか。いいじゃん、拾えるだけ拾って帰ろうぜ。どうせ何もできねえよ。だな。単純だね、君たち。あいつ何考えてんだ、止めろよ。何なんだよこれ。うちの会社の試作品じゃ欠陥が見つかってね。不良品なんだよ、君たちみたいにね。何言ってんだよ。ちょっとからかっただけじゃねえか。Come on.